今日は僕が選んだ勇者ヌルポコをやります。長い方がいいかなって思ったのが、兄ちゃんの説明がほぼ正解。はい、よっしゃ、さあ、しゃべっちゃダメだよ、しゃべんないよ。すごいよ。せーのまず最初に丸バツカードを入れてください。はい、で、いきます。プンちゃんがいじろうとする。プンちゃんがいじろうとする。で、はい、それを好きな位置に書いてあると思うんで、丸とバツを、はいはい、それを見て、はい、好きな位置に先にセットして。あ、なるほど、はい、後から先にセットしないとダメ。じゃあここにちょっとセットしましょう。で、好きな位置でいいですよ、丸とバツは、うんうん、で、僕たちはあそこに書いてある丸バツの丸を当てに行くと。はい、なるほど。で、野崎さんは、うん、その上から文字カード5枚引いて、はい、5枚、はい、いや、でもすごい難しいね。4、5、はい、で、見てもらいましょう、はい、丸が書いてあるこのカードに対応した名前を組み合わせて作ってください。ぽい名前を。野崎さんの今下の段にあるのがここになってるってこと。そう、はい、了解です。こういうことになります。はい、そう。それで作ってもらって、見事丸を僕たちが選べたら3ポイントです。お、はい、都市決でいいのかな、これ。あ、みんなで決める。協力、みんなで決める。話し合い1分、1分の間にみんなでこれじゃねって決める。で、見事丸を引き当てられたら3ポイント。なるほど。で、丸じゃない無印のところがあるんだけど、うん、そこは0ポイント。あ、大丈夫、何もなし。バツはマイナス2ポイント。マイナス2ポイントで、0より下にはいかない。あ、なるほどね。けど、プラスをやってって伝説の冒険者に見事いけたらいいなという感じでございます。みんな伝説の冒険者になりたいか。イエーイ。じゃあ、わざとバツ野崎さん、はい、早速作っていただいてもいいですか。はい、読んじゃダメですよ。あ、そう、ちなみに出すとき声に出しちゃダメです。あ、なるほどね。そのままスッて並べるだけ。あ、そっか。ダメ、言い方で言い方が伝わっちゃうからダメ。そのまま、そう、失礼しよう。そう、考えましょう。よーい、スタート。俺やっぱ魔物やと思うな。どっちかだろう。俺トシかと思った。ドラがあるから。俺もドラ、ドラじゃないから。とりあえず回避状態じゃないから。これは攻撃状態もね。でも難しい。え、でもさ、ベルベルって回復っぽくない？でもさ、でもドラが、ドラがベルやったら、だったらベルでよくない？回復だったら1やったら、うん、そう、レベル1って考えたら、初回だから野崎さん盛り上げようとして、余計なことしやがって、余計なことしやがってやる。いや、でも、いや、でも俺もじゃない、俺2つなきゃ。いや、俺もそのどっちかだと思う。でもベルっていうイメージ、ベルド…ベルドラ…ベルマスドラ、ベルドラもあれやん。俺こっちこれな気がすんな。雷、ベルがもうさ、こっちの雷のイメージ、イメージあるよ。そう、あるよ。リンみたいな。リンリンみたいな。そう、俺みたいなイメージ。いや、でも難しい。え、そう、もしドラやったらさ、おそらくさ、ドラゴン、ドラゴンだと思う。残り1分で、ドラゴンがその雷属性なのか、その闇から生まれたそのなんか最終ボスみたいな感じの方なのかって考えると、でも、ケイオスはでも、でもさ、あれだよ。でもなんかさ、闇とは限らんからね。ああ、そっか。そう。エルドラドとかさ、あるじゃん。エルドラド。なんか、なんていうの、あれ、エルドラドって場所だよね。なんか都市の名前とか、多そうじゃない。ドラか。でも、鉄壁って感じしなくない？ベルマス。かっこいいじゃん。点々いっぱい入ってる。マスがさ、マスが。濁音がね。濁音がね。マスがちょっと。あともう30秒切りましたよ。なんかベルドラでいい気がするの。俺もベルドラ。ああ、なるほどね。パスをわざわざ言って長くした理由が多分トシの名前って。でもベダーだろ。あと15秒。でも俺これだけは好きだな。こっちが多いならこっち。こっちかこっちかで。俺もこっちなんだよね。でもそこはケイオス。せーの。これ。ノクドレ。ノク。スタート。今刺してるやつ。刺してるやつで、どれ？都市の人3人、魔物、トントンの魔物の人2人。あ、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 で、雷の町が。じゃあ、2人で選んでもらってるんですか？そうだ、確かに。どっちか。せーの。もう OK だよ。せーの。せーの。2人、今、違うの？雷の町が。俺ら。雷の町が。3人入ってるから。せーの。もう決めて。あ、はい、はい。いきますよ。はい。せーの。マイナスマイナスマイナス。最初は最初のマイナスだ。オッケー。
正解は鉄壁の要塞と。兄ちゃんの説やと思う。やっぱドラやったらこうになること。ドラやったらこうなるけど。まず考えよ。そう長い方がいいかなって思った。だから兄ちゃんの説明がほぼ正解。あ正解で、ただちょっと他のがスとかラムとかだったから、なんかでもスラムとかでもよかったかな。わかりやすい。これはもう鉄壁の要塞としかはないよね。そう。町はわかる。でも町っていうのは町感もあるけど、なんか鉄壁感にちょっとこの辺が怪しくなってくる。そうそう。鉄壁感に。鉄壁っぽい。ラム出てきたら。ラムがラムがちらっと出てくる。ゼロポイントです。でもこれ楽しい。いや、いい線言ってたってことでしょ。考え方でした。ちゃんはお題の紙を外側から喋りそう。よし、喋りそう。さっき野崎がすごい我慢してたから。ここで上側から最後の前。こちらで並べ方は何でもいい。何でもいい。あ、じゃあはい。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 このものをふんちゃんにはこの5枚で当ててもらいます。今回出揃ったのは無常者の官僚、トカゲ族のやり使い、人間に紛れて生活するサキュバス、孤児院で祈りを捧げるシスター。うわ、全員人の名前やん。いやー、これむずい。サキュバスってさ、サキュバス、サキュバス、サキュバスって吸血、吸血、女の女バージョンやな。で、シスターはシスターやろ。うん、うん、あれ、わかる。うわ、これじゃあ、作ってみよう。難しい。楽しそう。はい、じゃあ、しゃべっちゃダメだよ。しゃべんないよ、くん。このベスの巣ってさ、TH かな。違うじゃん。エリザベスの絶対違う。多分エリザベスの略称じゃない。 あだ名。ベス、まあ、ベスは女の人の名前でよくある。女性のね、名前っぽそうだから。いい人そう。これシスターな気がする。これシスターな気がする。だってエリザベスでしょ。でもさ、それをプーちゃんが知ってると読むのであれば。そうだよね。でもプーちゃん、さっきもプレイヤーのあのが読み取る。確かにね。ブーちゃん逆にパターンある。逆に。なんか濁音が入ってるから、そう、隠れて生活してる顔だ。サキュバスのさ、サキュバス。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 俺もしサキュバスだったら、まあ魔物じゃん。だからもしなんかつけると思うんでね。ああ、でもそうですみたいな。でもただの人の名前と思うとシスター。シスター。いや、そうそうね。残り1分。いいんじゃない。これは。じゃあシスターお前ならして、これで完了とかだった。いや、でもあまりにも難しすぎてそれしか出せない可能性も全然ある。じゃあ皆さんの答えはシスターでいいですか。はい、シスターでいいです。じゃあ気まぐれプリンスさんの答えを出していきましょう。せーの。バツや。でもさっきの人が聞いて、他のやつやねんけど、ダーとかさ、ガーとかがやっぱさ、男っぽいなんか感じのやつしか残らへんくて。あー、なるほど。ここはすごい使えそうやね。ちょっとね、ワンチャン。いや、そう、マウンって言ってもなんかベスラルとかなんかさ、なんかラルベスとかなんか。ラルベスやったらシスターやろ。で、グラベスやったらサキュバス。でも、本当に俺もやった。後付けやろ。はじめはなんか、ダー、ダー、え、なんだよ、ダー、グラ、グラ、え、なんだダーグラベスみたいな感じとかにしようかなと思ってんけど、なんかちょっと男っぽいやん、やっぱ。やっぱガーとダーが男やん、やっぱ。どう考えても。難しいの聞いたね。そう。で、考えたら、ベスベスって思ったら、ユリにもよってこれを、なんか、やっぱこっちにしようと思って、変えちゃったがゆえに。いや、でも、さっきから俺はバツばっか引いてた。いや、だから、2択ってやった瞬間に、そーっと思ってたけど、シスターって言った瞬間に、あはははみたいな。いや、じゃあ今回
点数がマイナス2ポイント。でも得点もないので0ポイントです。いやでもこれな、面白い。難しい。じゃあ次行きましょう、はい、でこれがなくなるってことね。じゃあまずはこの丸バツを引きます。はい、好きな位置にセットしてください。はい、はい、じゃあこれでいきます。写したもん、あ、ごめんなさい、写したもん、写したもん、これ魔物出してから、あ、確かそうかも、そうかも、これ、ね、これ出してからいいかも。不老不死の魔導士、大酒飲みの剣豪、地割れを起こす土の攻撃呪文、格闘場無敗の闘士、人が3人、人が3人で、呪文が1個ある。呪文だったら結構わかりやすい、わかりやすい。いやでもさっきみたいに難しいパターンあるから何もわからない。いやでもほんまに来る手札によって全然変わるマジで。でもさっきも今、さっきもさ、あのいいとこまで行ってくる気がする。2択で間違ってるよ。でも、ね、魔導士って言われたらマーリンとかそれはわかりやすい、わかりやすいね、マーリンとか。どうかな、はい、行きます。はい、はい、以上。はい、では進撃タイムスタート。あ、難しい。いや、いや魔法は消えたの。魔法は消えた、人でしょ、人でしょ、人の名前はね、人でしょ。え、なんか、わかんない、このめっちゃ強そうな、ここら辺じゃないかなって思うんですけど、魔法使いじゃない気がする。多分イントネーションはネレットだと思うんだよね。あ、ネレット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 。でもね、人ではあると思う。ね、人ではある。やっぱ本番に俺ってさ、こう、ネレットみたいな感じでなんかやるんだなって。まあ、でもね、そうなの。でも、地割れもそうするぐらい。レッド、ネレッド、みたいな。あー、レッド、ネレッド、ギガレッド、みたいな。だったら、でもさ、炎じゃない。あー、そっか、そっか、土ってなかった。土ってなかった。地割れ起こすぐらいだったら、土のドンとかになっていいかなと思う。本当、土だけで。なんとなくだけ。ネレットのドは土のド、あ、弟子やん。根は根っこの根、なんだろう。列は、レレレレレレあるんじゃない。列かよの列。残り根っこが、いや、でも俺、戦うのはわざわざ書いて、通しな、通しな気がする。俺もな、なんか通しな、通し感がある。なんか健康、俺、健康の、なんか健康はなんかもうちょっと和名っぽいかなって。あー、なるほどね。あと、わかんないけど、あんまり大酒飲みっぽくない感じ。なんかね、真面目そう。でもさ、なんか身近にいそうだからこそさ、酒飲みそうっていうさ、なんかわかる、わかる、わかる、ネレットさんみたいな、あの酒飲みのネレットさんね。兄ちゃんどっちを取ってるかだよね。昨日ジョッキ、ジョッキで飲んでそうみたいな。剣豪の方を取ってる。あと30秒、エールを、エールを決めちゃった。せーの、あ、じゃあこっちやわ。あ、じゃあ最初投手にしましょう。じゃあ俺たちが選んだのは格闘場無敗の闘士。イエイ。はい、というわけで、じゃあ兄ちゃんさんに答えを出していただきましょう。すごいよ。せーの。すごいよ、みんな。これよりによってさ、このさ、めっちゃ難しい二択がさ、迫られてさ、うわ、これに見せないようにこっちをしなきゃいけないっていうのすごい。でもなんかネレットさんの感じ、なんかその、あのなんかドレッドヘアみたいな。無敗の闘士とかだったらなんかこう坊主とかちょっとこう髪が短いみたいなから連想してもらうしかないなって感じで、もうスラとか円とか矢だったから結構魔法、なんか組み合わせをエイヤーとかだとさ、クリスマス魔法みたいなもんだよね。なんかちょっと難しい、わからないけど、完全に剣豪をなんか日本刀持ってるこういう感じなのかなって思っちゃって。あ、なるほどね。そう、逆にこっちのさ、なんかちょっとカンフーみたいな感じで考えて、ヤーさんみたいな。ヤーさん、でもそれはそれを当てるゲーム。これをね、固定されちゃったから。そうさっきからさ、ゲームではゲームだから、ミステリーじゃないから、ヤーさんまでこれ決めちゃった。すごい面白かった、めっちゃ。どうしたと思えちゃダメだから。悔しい。すごい悔しい。今のはマイナス2ポイントというわけで、0ポイントです。ミステリーの本番は俺たちに宿番解いてくれ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。